皆さんこんにちは、ゆうきちです。今回は2023年以内に妖怪ウォッチプニプニ×ホロライブコラボ第3弾が来ない可能性が高い件についてお話ししていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。一つ目の理由として、12月にバンドリガールズバンドパーティー、通称ガルパという音ゲーとコラボすることが決まったからです。11月9日木曜日21時より YouTube で公開されたバンドリ発表会4/2024の配信中の会話にてこのコラボが明らかになりました。そしてこのコラボは12月上旬から1月中旬にかけパート1から3で分けて開催されます。この時点で12月はホロライブコラボが来ないということが分かります。そうなると11月後半イベントがホロライブコラボを開催できることになります。ですが次に話す2つ目の理由に関わりますが、11月後半もコラボが来る可能性が低いです。理由として第3弾のコラボ予告にシルエットで出ていた星町水星さんが単体で現在アスタータタリックスというゲームとコラボしているからです。問題はその開催期間で、11月3日から11月23日まで開催しています。いろいろややこしくなりそうですが、プニプニはホロライブ全体とのコラボであり、水星さん単体とのコラボではないので来る可能性はありますが、第3弾の目玉キャラでもあると思われるので、もしかしたら来ないかもしれません。以上の理由から2023年以内にホロライブコラボが来る可能性が極めて低いと言えます。11月についてはワンチャンありますが、あまり期待はできないかと思われます。これはもしかするとまた来年の8月から10月頃に開催されるかもしれませんね。今回の動画はここまでです。この動画が少しでも参考になったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。